ウーマンラッシュアワー村本大輔43が25日までに自身の X ツイッターを更新、おじさんについて試験を綴った、写真、おじさんの詰め合わせと発言したトラウデン直美、おじさんというワードをめぐっては、 タレントのトラウデン直美25が21日放送の TBS 系「ニュース23で」で自民党総裁選のポスターに「おじさんの詰め合わせ」などと発言して賛否両論を巻き起こしている村本はこの件を伝える記事を添付し男性の詰め合わせと言って炎上したり夏場の不摂生の男性の大衆が苦手とツイートして炎上したり おじさんってそんなデリケートだったっけ、おばさんと発言して女性蔑視と炎上してきたから仕返ししてるだけでしょう。なんだ奴らの小物感、おじさんの詰め合わせの大衆はすごいぞと記した。